よいしょ。待って、ごめんね、せっかくやったのにコメントが。ショールーム、コメント、コメント、なんか混み合ってると出ないって今出てくるの、なんでですかね。ちょっと見れなくなっちゃってる、悲しい悲しい。え、これ縦にしたら、あ、縦にしたら見えるってことは横にしたら見えない。なんで横にすると見れないの、こっちの横。はいはい、来た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 、ごめんね、画面忙しくてごめんよ。来たー、はーい、皆さんお疲れ様です。ただいま私の下で兄弟2人が喧嘩しております。お疲れ様です、こんな時間に配信失礼いたします。心配してた部分あったんですけど、よかった、いいな、ありがとう。え、映像ないの？やっぱちょっと集中してるのかもね、今の時間帯。そう、ありがとうございました。あの12月の11日にお話し会とさせていただきますので、ぜひぜひ応募してくださったこと。あなた何してるの？何かいるの？なんかいるんですか？何もいないよ。いた！この子ですね。はい。はい、ぜひ、12月の11日にお話できたらなと思います。そして、マーダーミステリーという舞台、12月5日にありますので、ぜひ、来られるよって方は、一緒に頭を使いながら、舞台を楽しんでいただきたいなと思います。はい、ルカちゃん噛まれてます、絶賛歯がみ、歯がかゆいんですね。ね、ルカぴょん、ルカ、ルカちゃん、え、何、醤油が来た、お醤油来たよ、ルカちゃん。ほん、あ、喧嘩始まる。あー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 、え、何、卵、うわー、あれだ、絶対すき焼きだ、すき焼きだな、これは。お腹すいたって言おうとしたんだけど、さっきね、秒で作ったお鍋、秒で作ったお鍋を秒で食べた。え、何これ、チェリムさんとチルゾーさんが、あ、ヨシキさんもハートありがとう。え、タワー、え、ヨシキさんタワーなんで、ありがとう、ありがとう、ヨシキさん。なんかすごい、なんかタワー進化、え、すごい、なんかまたいっぱい来た。え、ココさんも、ヨシキさんかな、ありがとう。ちょい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 、ルキルキニャオ、遊びたいんでしょ。はい、うかこさんもいっぱい、なになんか、なんで今こういうギフトなの。いや、普通にもう生もの欲しいわ。ありがとうございます、皆さん、ハート、マザさんもありがとう、ビビビビ、ありがとう。ルカちゃんは誰かの隣にいないと落ち着かんのね。ルカちゃんは一人でも、ありがとうございます、嬉しい。みんなこんな時間に始めたにもかかわらず、コメントもお星様もギフトもたくさん送ってくれて嬉しいよ、嬉しいよ、ありがとう。明日って土曜日、あ、今日土曜日か、じゃあ明日日曜日だから、あ、ごめん、静電気来たね、今静電気来たね、ルカピョン。ん、ルキいるよ、ここニコパンチ、ああ二人して、いけいけいけ、ルカいけ、下ルカこっちだよ、ルキ今ここだよ、ダメでしょ、ここダメでしょ、ルキ痛い、うん、ベベーン、だ、あ、やめて、ペタン、じゃ髪の毛、髪の毛、顔は大事なんだからやめて。よいしょ。好
き焼き派は焼肉派のどちらかというギフトらしい。すき焼きか焼肉？迷う。どっちも好きだもん。どっちも好きです。ルキが消えた。急に静かに寝るとびっくりするね。てかね、本当にね、一緒に寝てくれるの絶対。朝起きるとさ、喉にね、誰かいるの。喉と腕にいて。でも喉温まるからありがたいんだけどさ。でね、腕の中にいるときね、たまに、って、あー、尊いって思って。朝から尊いありがとうって言って。でも起きれないから、ね、起きてって言って。いっせーのーで、おはようって言って起きてる。ルキちゃん、レナの足で遊ばないで。かわいいね。今日ご飯あげたもんね、もうさっきね。そう、ルカちゃんがめっちゃ食べるんだよね。ルカちゃんがね、ちょっとおデブ猫さんになりそうで怖い。ルキが軽くて全然太らないんだよね。ね、かわいいね。遊んでる。かわいいね。ねえ。よいしょ。あ、そう、聞いて。猫ちゃんの爪切りね、頼んだのにね、全然届かなくて。でも早く爪切ってあげなきゃ困るからさ、もう超ショック。だから猫ちゃん、あ、そう、爪研ぎとかもさ、ちょっとまだ揃いきれてなくて、最近ね、爪もかゆそうだから、早く爪研ぎね、買ってあげなきゃ。猫ちゃんね、でもいい匂いなの、すごくね、なんか不思議、かわいい香り、いい匂い。でもうんちの、そう、うんちの後さ、ちゃんと舐めた後ね、この子たちが舐めた後にさ、私の顔に絶対ね、乗せてくるの、おケツを。臭いからやめてって言ってるのに。ね。ダメよ、ルキ。ダメ。ここ乗っちゃダメって言ってるでしょ？乗ったらこうなるんだよ。わかる？みんなの前に映り出されちゃうの。わかるか？このデローンとした俺なあ。あ、ルカちゃん、ルカちゃん、ルカちゃん、あ、遊ぶって、ん、あのルキが遊ぼうって言ってるよ。かわいい。絶対私の膝の元にね、ルカは来るの。ルカはマジで甘えん坊。ルキちゃんはね、ザ猫って感じね。あとね、あれ気になるの、おしっことかした場所じゃないのに、なんか砂をかける動作するのってさ、あれどういうことなの？そこで一回したのか、あんたたち。やばいね、本当に爪切ってあげたいんだけど、悲しいね。いや、爪切ってあげたいわ。ちょっと明日届くやつないかな、もう今すぐ欲しいもん。ちょっと買うわ、アマゾンさん。本当にショック。猫爪切りって、うん、本当に。だってすぐ届くって言ったのに届かなかった。本当にやめてほしいよ、そういうの。痛い。習慣？なんか隠してるって。何隠したの？爪切り、爪切り、爪切り、爪切り買わなきゃ、本当に。待って、明日欲しいんだけど。明日届くよ、仕事割り込み。明日欲しい、明日、明日届いてほしい。
爪切り嫌がる子だったら一人で大変だよ。そうなのよ、大変なのよね。誰かがさ、おやつとかね、あげながら切ったら楽なんだけど、喧嘩してます。後ろで喧嘩してる。待て待て、明日28か。28日に届いてよ。29日に届いても、29日、うん、明日欲しいな。公開で、ねえ、28に欲しいの。爪切り、ニコの爪切りも、なんで届かないんですか？ニコになんで届かないんですか？ね、爪切りたいよね。ねえ、肉球に刺さったら痛いもんね。ルカピョン。本当に、29日に届いてもな。やめてる母ちゃん。猫が3匹いる感。え、猫3匹いる感ってどういうこと？あ、ペットショップに行った方が早そう。確かに確かにそうだな、ペットショップに行った方が早いね。思ったもんですわ。ペットショップ検索、検索。ペットショップに行ったら売ってる？ペットショップ行った方が絶対早いね。思ったもんです。行きます。仕事前にあなたたちのために行ってくるわよ。あ、これ行くだけ行ってみて、もうなかったら早く買うね。切ってあげたい、もう爪ほんと切ってあげたい。伸びるの早い。猫ってでもどうなんだろう、伸びるの早いのかな。またそこに縛って可愛いからな。もう、なんか微妙に遠い、微妙に遠いんですけどって。でも買ってあげなきゃダメだから、行ってくるね。爪切り大丈夫な人ですか？でも慣れさせるためにね、こうやっていつも手触ってんのね。ルカちゃんはね、苦手なお手手とかなさそうなんだよね。ね、ルキは足苦手っぽいんだけど。お、やだ、切ってあげたい、本当に。あ、ごめん。あ、それ髪の毛、髪の毛だから、髪の毛だから許して。痛い、やだ。でもさ、やっぱ伸びるのが早い爪と遅い爪が。でもね、その里親さんがね、すごい綺麗にやってくださったからね、そんなに伸びてないんだよね。お手手の爪がね、伸びてんね、ルカピョンね。ん？こう切りたいね。爪は伸びるの早いですよ、だって。猫ちゃん、爪伸びるの早いんだって。爪ね、子猫だったらよく切ってあげないとねって。ねえ、なんかどっかに引っかかったりとかしたら怖いから。壁引っかいたりしてる。壁ね、今のところしてるんだけどでもまだ大丈夫っぽいのよ。だから早くちょっと
爪研ぎも、でもなんかいい爪研ぎが出会えなくて、で本当爪で切り嫌がるよねって、ねなんでって感じ、やだーって。だから一気にバスんじゃなくて、ちょっと数日ごとに分けて切るかなって感じかな。でもやっぱさ、二人いるから一人嫌がってるところを見ると絶対一人嫌がると思うんだよね。もう慣れさせるしかない。爪研ぎ増やすといいね。そうなのよ、そうなのよ。うちも猫飼ってるけど、前足は1週間に1回、後ろ足は2週間に1回髪をこの踊って切りたいね。気に至るね、おててね。だって刺さったら痛いでしょね。え爪見してレナに回って最近よく引っかかるもん。ルキちゃんね、ちょっとルキちゃんが多分爪切り苦手っぽいんだよね。もう鋭いもん切りたいよ、レナちゃん切ってあげたい、切ってあげたいよ。爪切りなかなか嫌がるから少しずつやっていくのがおすすめって。だよね。こんばんはって。こんばんは。飼い主が自分の顔にチュールつけて舐めている間に顔を切っちゃう動画ある。でもさ、寝てる間に切るのってどうなの、嫌がるかな。おやつあげながら切ったら。そうなの、そうなのよ。ただね、やっぱ二人いないとね難しいの。だから友達とか呼んで手伝ってもらうしかないんだよね。キャットタワーに爪研ぎにもなる柱ついてないやつ、いやあのね、ここら辺とかね爪研ぎなのよ。だからね、今そこでやってもらってるんだけど、なんか気づいたらウォーターサーバーの後ろに行ってやってるんだよね。怖いからやめてって感じ。りなちゃん、何よしきさん、よしきさんタワーありがとう。こんばんは。もがーもがーガールさん寝てたら大丈夫ちゃう、どうなんだろう。エリザベスカラーつけて見えないようにして切る動画もあります。え、そうなんだ。今見た感じならうまくいきそう。うちの猫は懐いてくれな。そうだから少しでもね慣れようって思っていっぱい触ってる。だから抱っことかも慣れさせて。でもこの子たち割と抱っこ人間好きだから大丈夫そう。そう、ベッドのおしっこもね、だいぶてか多分もうしないでくれると思うんだよね。とりあえず大丈夫なので。お話し会3部行きます。わー、久しぶり喋るから本当に楽しみ。わー、ハブトゥーセーブさん嬉しい。結構久しぶりだよ。だってその普通にイベントとかで会ってる方も1対1でお話とかはもう 2,3 年していないので、楽しめるんじゃないかな。うちの子も爪切り嫌いで引っかかれるから、軍手して足の間に猫を挟んでもうがんじがらめにしてきてでも軍手はね分かる。お風呂がで多分難しいんだよね。あれ、ルカタンそこにいるの。動物ちゃうけど私トリミング行った時とかにいつも切ってもらう。分かるね、病院行った時にね切ってもらうのもあり。え、なんかついてるよ。え、これ何、え、ルカ、え、え、あ、びっくりした、おひげかと思った。何この毛、危ないね、おけけね、ねえ、よいしょ、ん、うん、布団におしっこ事件はペースの最終、いやね違うのよ。あれもね、いいよ、あれはね2回ぐらいされちゃったんだよね。話し会緊張してさ話せない。嘘だ、話そうよ。2019年8月の六本木イベント以来初めてだね。ってことは2年やっぱ2年ぐらいか。お話し会全部数ゲットしたからいっぱい嬉しい、ありがとう。
全部するならゆっくり話せるね。ズーム久々に使うけどわかるかな。そうだから機械だから、もしかしたらネットワークとかの状況でね悪くなるかもしれないんですけど、ぜひご了承していただけたらなと思います。ごめんね。お話し会に間に合うように仕事早く終わらせるね。まあ頑張ってください。お仕事頑張って。話するときもドキドキしてたけど、声かけてくださってありがたかったって。よかったです。ありがとうございます。よろしくお願いします。久しぶりだけよろしくって。そうでもさ、ごめんめっちゃ話した分だけどさ、スペース、ツイッターじゃない、インスタのスペースもねちょくちょくやっていこうって思っててね、今やろうか超迷ってんだ。おそらくね、ショールームはもうそれやめるんだけど、ラジオ感覚でズームやろうかなって。もうそろそろ私もお顔落としたいし、お肌休ませたいから、ショールーム来たらスペースに私は移動します。なのでまだ起きてるよっていう方とかはツイッターの方に飛んでいただけたらなって思います。で最近ねまたワンピース見始めた。今ねあのカイドウの軍にさ、空島から帰ってきて落ちたところにねいる。初見ですがよろしくお願いしますねって。ありがとうございます。先週のワードウルフ最高でしたって。よかった、あれ楽しかったよね。みんなの難しかった。この前のスピーチもちょっとみんなよかった、好評ですな。道の駅以来だからと緊張しております。ジロリンは、ジロリンってなんか久しぶりに呼んだ、ありがとう。お灰様綺麗、タワー綺麗。あ、バラ来た。バラバ、バラバラ、バラが来た。こんばんはって。あ、休眠中。タニアイさん、タニアイさんが来たぞ。背景に可愛いモフモフがチラチラ映るだって。あ、今上にいる、上にいるわ。二人して上にいる。ルカちゃん、ちょっとルキちゃん暴れてます。ルキちゃんが今暴れてますね。おお、びっくりした。お忙しいお二方ですね。タン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 タタンタタタン。ナポに会いたいねってなるって、嬉しい。お話し会まだ帰るのって。ありがたいことに完売いたしました。ありがとうみんな、うん、嬉しかったです。カマサハモニーだーって。サランヘヨー、まるちょまる、切符だ。おお、あー、折り越しに喧嘩をしとる。こんばんはって。こんばんは、酒村上さん。酒村上さんかな、ありがとう。え、なんか穴開いてる。あ、気のせいだ。二人ともスマートな体型してもね、ルカちゃんが多分絶対レベル。ルカちゃんはね、思う、ルキとルカの体重が違う。だからルキちゃんのね、ご飯多めにあげてるんだけどね。ルーカー、なんでそんな重くなったのって感じ。ルキちゃんがなんでそんな軽いのって感じ。びっくりぽん。まだちっちゃいから1ヶ月ぐらいごとにどんどん変わるんだろう。そう、今ね、3ヶ月ぐらいなの。3ヶ月。あ、また卵来た。また卵来たよ。ママ、ルカちゃん、ルカちゃんは甘い坊さん。ん？甘
甘いすごいよって。このままで1週間もなかったし、ポンチャパワーさすがよね。違うよ、もう皆さんがすぐチェックしてくださったから、ありがとう、ありがとう、ルカもありがとうわね。え、あ、出た、カーテン。そう、カーテンさ、高いの買わなくてよかったって思ってる。なんかね、そのちょっと大きいんですよ、窓というか。だからなんか市販じゃない、何、よくニトリとかのねサイズ売ってなくて、オーダーしないといけないタイプだったんですよ。でもちょっとオーダーしたら2週間ぐらいかかっちゃうって言われて、ちょっとそれまでカーテンなしは辛いなと思って、なんか、ね、サイズが合わないけど、もうニトリさんで一番大きいやつ買って。でもそれでよかった、今猫たちカーテンやっちゃってるからさ、よかったよ、高いの買わなくて。ルカちゃんの尻尾、キワの黒模様、ハートに見えない、だってハート、あー確かにちょっと見える、ルカちゃんハートに見えるって。ルカ名前覚えて、ルカ、あー偉いね、ルカちゃんなの、あなた、うん、ルカ、いい子だ、かわいいですね。はいよ、どこがハートに見える、こっち、ここ若干ね、毛の毛並み、はすごいんだよ、ルカここね丸なの、丸模様なんだよね、ルカちゃん。はい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 、痛い痛い痛い。なんかね、ルカの座り方がね可愛くないんだ。ヌキちゃんはお上品に座るんだけどね、ルカちゃんね、なっちゃんちのエド君みたいな座り方、ちょっとおじさんね、おじさんって、はーいって。もう二人とも疲れた、寝てるね、寝始めました。夜またうるさくなるもんね。ルカちゃん、ルカ、ルカ、なんちゅう格好してんの。やっぱ絶対太るデブ猫にしたくない、ルキー。タールの猫はいないんですか。みちぃさんの猫ちゃん、あ、ねえ、そなっちゃんがさ、あのカルピスに牛乳入れたらラッシーみたいで美味しいよって言って今日やったんよ。気持ちはわかるって感じ、美味しかった。でも可愛い、やっぱ絶対リナのところ来るんだよね、ルカは。どうしてそんなにあんまいたさん、もう超可愛い、めっちゃ可愛い、そんなにこちくつかなくたって一人で寝れるでしょ。かわいい、かわいい、尊いです、尊いです、あなたたち。ルキは一人で寝れるけど、ルカは絶対一人で寝ない。私がいなくなったらルキのそばにいるもん。よかったね、ルキちゃんと一緒でね。うん、ゴロゴロゴロ、今小井さんのパーカー買ってみたけどめっちゃ着やすい。 ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ん、寝なさい、大きくなってもニチカチのとこ、猫も可愛いよってね。可愛いよね、福丸と花丸。ルカちゃん、ルキちゃんとの触れ合いではあるかな。ないよ、ないよ。クロコダイルの声優さん、猫飼ってる人多いよねって。多い、多分ゆりえさんとなぎなぎと近藤さんと新之丞くん以外は飼ってるかな。一井さんもいるし、一井さんも猫ちゃんいるからね。くっつくのは大好きだからって。そう、なんかさ、ルカとルキの舌ってなるちゃんに比べたらあんまりザラザラしてないんだよね。
にゅ。かわいい。お猫様は癒しいって。もう猫様だって、猫様。かわいい、あったかい、スキピマル。大好きです。うん、ぐるぐる言ってる、かわいい。リレーさんはウサギの耳と飼ってるらしいって。今日もその話してた。ねえ、ウサギ飼いたいんだよねって。でも聞いて、飼ってるの。他の人におっしゃってて、あ、聞かない方がいいですよって言ったら、空想の中でね、呼んでるのっていう話もあって、あー、でも気持ちはわかりますって感じ。だってレナもそこからね、ルカとルッチと出会えたから。そう、ルカちゃん、ルキちゃんの気持ちの声を吹き返してください。ルキはマジ寝てる。ルカちゃんはね、多分かまってかまってって言ってる。ずっと噛んでる私の手を。痛い痛い。それ噛む力間違えてますよ。にゃんこのためにこたつ買っちゃう。え、やだやだやだ、絶対やだ。だってこたつで寝ちゃうもん。体に良くないもん。ベッドで寝たいもん。やばい、マジ気持ちいい。モフモフなんです、あなたたち。モフモフすぎて。こんばんは、ココロさんが来た、ありがとう。ポンちゃんは犬も飼ってシアンと名付けなきゃねーって。シアンと犬、やだーって。爪切ってあげたい。もう非常に切ってあげたいわ。かわいそうね、届くと思ったのに届かなかったね。許さない。もう二人とも同じ里小屋さんな。そうだよ、だって二人とも兄弟だもん。なに、なに、なに、全然鳴き声が違うの。なんかね、ルキちゃんはね、ハスキー。ちょっと声がね、いっちゃってる。ルカちゃんは女の子って感じ。なーに？なに？どうしたの？二人で遊んで。階段使って降りてる。でもそうやると絶対水をこぼすのがあなたね。水こぼすんだよね。お、こぼさなかったね。ないね。おしっこかうんちかな、違うの。てわけでショールームはそろそろ終わろうかな。もうだって24時になっちゃうし、ご飯食べ、あ、ルカ、もうルキー、ご飯いっぱい食べて。よいしょ。というわけでショールームは終わって、次ツイッターのスペースのラジオの配信をするので、まだね起きてるよって方はよかったらスペースの方に来てくださったら嬉しいです。なんかハッシュタグがあるといいらしいので、まあ適当に長谷川るなとかつけていただけたら見れますので、よろしくお願いします。というわけでショールームは今日終わろうかな。というわけでランキング読みます。にゃーって、ランキング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 、あれどこ、あれか。はい、じゃあ第13位、ミンミーさん。ミンミーさんだって。ありがとうございます。ありがとう。第12区、キヨソンメガネさん。ありがとう。ありがとう。第11位、のんびりまったりさん。ありがとうございます。そして第10位、ゆかこさん。ワンちゃん元気？寝てるかな？ワンちゃんってどうなんだろう。ありがとう。もう、ルカまた来た。かわいい。第9位、マザーさん。いつもありがとう。お手紙プレゼントもありがとうございます。
そして第8位、休眠中のトニオイさん、かっこ少しだけ過去年、ありがとうございます。トニオイさんまた来て、なんかすごいアバターになってる。第7位、サミオアスカさん。サミオアスカさんはずっと同じアバター、もうずっと一緒な気がするな、ありがとう。そして第6位、ジラフさん。ジラフさんどこだ、いたいたいた、ありがとうございます。タキちゃんずっとね、ありがとう。そして第5位、ハブトゥーセーブさん、お話し会楽しみにしております、ありがとう。そして第4位、チェリームさん。チェリームさん、何そのアバター、何これ、ありがとう。パチ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 、ありがとう。そして第3位、鉄4110さん、ありがとう。それはタキシの猫ちゃんなのかな、ありがとう。そして第2位、チルゾウさん。アヒルさんだよ、アヒルさん見たことある、アヒルさんありがとう。そして1位、ヨシキさん。ヨシキさんありがとう。ヨシキさんのアバターはナルちゃん。そしてタワー、ありがとう、ありがとうございます。そして皆さん、たくさんのコメント、お星様ありがとうございました。ぜひ12月5日は舞台マダミステリー、そして12月11日はズームのお話し会、そして12月のクリスマスですね、わじゃしんちゃんドロップキックの舞台の方に出演させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。あ、喧嘩が始まる、喧嘩しないでね。はい、というわけでこんな時間にショールームをしたにもかかわらず、たくさんの方が見てくださって嬉しいです、ありがとう。ってことで、ちょっとしたらツイッターのスペースの方行きますので、ぜひ皆さん飛んできてください。じゃあね、おやすみなさい、ありがとう、バイバイ、お疲れ様でした。またねー、おやすみなさーい。